かつての、かつてのね、友を、あのような形で、ね、殴り惚れするというのはもう本当に、本当に心が痛みますね。もう胸が張り裂けそうです。本当に。さっさと消えてなくなればよかったもの。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。エルデンリング実況プレイ続きやっていきましょう。前回はね、ちょっとあの、鳥さん地帯とかすごい難関を突破して、大橋梁の脇ってとこまで行ったんですけど、ちょっとね、一度戻って別ルートがありそうだったので、そのあたりを探索していきたいと思います。まあね、前回通ってるとこではあるので、カットできる部分は頑張ってカットしていきますね。やめなさい、そういうこと。そういうことやめなさいね。やめましょう、本当に。本当にやめましょう。また落ちますから。とりあえず、ここは同じ要領で越えていく。ああ、やめやめやめ、嘘だろう、もう。なんで叩き落とされないといけないの。危ない。何回死ねばいいのか分かんないぐらい死んだけど。で、こっち行く。こっち行けばいいのか？こっち行って。違う、こっちじゃない。向こう側だ。竜は飛び去った。で、間違ってなぜか冷薬を飲んでしまい、私は下に向かっていくことになる。飛び降りでいいか？飛び降りるぞ。飛び降りますよ、と。ほい。大丈夫か。ここは多分正規ルートではないんだろう。素材？サザレ石がいっぱい落ちてる。ただ何か明らかにこの下にある。絶対何かがある。降りて大丈夫かい？降りるよ。はいはいはい。建物が見えてきている。いるね。いるよ。飛び降りる。よし。何が待ち受けているんだい？ここだ？あ？本当？降りていい？降りるよ。よし。敵いないか？敵。あ、間違った。私は盾を構えなかっただけ。いる。なんかいる。ああ、やばい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 。こいつか。お前かよ。はい。湿地騎士。この先騎士があるぞが、もうちょっと手前で教えてほしかった。ごめんなさい。鳥いるね。鳥。よいしょ。まだいる。絶対まだいる。なんか絶対いる。足音するもんね。上にいるね。普通に登って大丈夫？めっちゃいない？そこに。気づいてないか、こいつ。気づいてない？何体いる？あと2体ぐらいいるの。やばい。やばい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 。やばい、くそ！剣が。剣が抜けなかった。敵はどこにいる？ん？
はい。おし、危なかった。速攻は手に入れて、あと1体いるよね、多分。あそこに1体いるから、ちょっとこいつは念には念をで回復していきたい。え、ちょっと待って、これ宝箱じゃない、宝箱じゃない、これ絶対に欲しい宝箱じゃない、これタワーシールド強いのか、こういうとこ開かないんだ、開けてくれよ。どうせ一旦セーブポイント戻ることになりそうだから、一旦使える釣りはもうガンガン使っといて。落ちた、さようなら。え、死ななかったよ、として死んだ、オッケー。となると、もう障害はないか、もう障害はないか。ああ、や、で、これが、上行くんじゃない？上行って、さっきの上の、場所に、戻ってきたんじゃないかなと思ったけど、なんか違うぞ。なんか違くないか？これどこだ？ん？なんか知らない場所に来た。またなんかいるの？敵。またいるの？誰あれ？何あれ？え？え、何何？なんか戦ってる。なんかすげえ戦ってる。はぁ。うっそーん。うっそーん。分かったことはさ、こいつ倒しても多分何もないんだよな。危ねえ、危ねえ、ちょっと待ってくれ。危ねえ、危ねえ、待ってくれ。お前倒してもどうせ何もないんだろ。もうどうせ何ももらえないんだろ、お前。そう思ってる。もうそう思ってる。私はそう思ってる。はい。さよなら、さよなら、さよなら。はい、さよなら。うわー、嘘でしょ。来ないよね。登ってくる？登ってくる？登ってこない人？来ない人、よかった。ああ、死ぬかと思った。ただ、一つ問いたいのは、私はここから何になるのか。お、雷竜犬タリスマンに、え、ここはどこ？どこ？これ。あ、ああ、戻ってきたね。なるほど。一周して非常にきつい思いしてどうにかやってきたと。では、一番ね、最深部まで進んでそうなのはまず祝福に戻り、ちょっと休憩をし、レベルアップをするほどではないのでアイテムをちょっと使ってレベル上げとこう。なぜならルーン大量消失の危機を感じているから。これで、レベルが1個上げれる。視力に行くか、精神力、精神力ちょっと上げとこう。よし、 OK。 さあ、なんか区切りがいいところまで来たくさいね。この先何が待ち受けている？ボスの香りがするかい？そんな気もする。やたらと広い。やたらと広い通路。嫌な予感がビンビンする。なんか転がってきたりしないよね、これ。こう、今までの雰囲気的にさ、ボールゴロゴロって転がってきたりとか。しそうな形状の通路だったけど。多分上の方に行くんだと思うんだけど、反対側に行くとそれはそれで絶対なんか美味しい何かがあったりとかね。なかったりとかね。するんじゃないか。まだ敵の香りもする。何かがあるんじゃないか。
何かが間違、ん？なんか変な声した今。気のせい？ここに一人いるじゃん。危な。これ死体か。なんで死体？一体だけ生きてんなこいつ。はい、こういう紛らわしいのやめよう。無色の炭石8。ん？ここはなんだ？また知らないとこだな。いや、もう通路が複雑すぎる。なんで？なんでこんなに分岐すんの？こんなに分岐しなくてもいいでしょ。敵がいないかずっとサーチしてていないんだけど、いないとしてもなんかおかしいよね。なんであそこに宝箱あるの？なんか出ただろう。なんか出ただろう。なんか出ただろう。うわ、いや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 、うそしかもベルナールさん、ベルナールさん何してんのこんなとこで。ベルナールどこで入ってきた？ああ、ここでもう来るのか。危ね。これでさ、戻ってさ、はしごの上とか行ける？あ、戻るんかい。戻るんか、お前。なんで戻る？もう一回来る？もう一回来る？離れすぎると戻っちゃうんだ。あれ？あれ来ない？あれ？来ない？来ない？来ないんかい？まあまあ1対1でやれるとすればそれはそれでいいか。おい、ちょっと釣って地味ですけど、地味ですけど1対1でやらせてもらいますよ。はい、おいでー。おい、で最後の一体か、あれは。さあ、こいつはこれでいいよ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。あれ、ベルナルさんもう来ないのかな。古き王のタリスマン。古き王のタリスマンとは一体何？王の教えてほしい。これか。魔術、時の狭間、嵐の中心に座すという古き王をかたどったタリスマン。魔術と祈祷の効果時間を伸ばす。古き王の都ファルマズラは、はるか前からずっとゆっくりと崩壊しているという。魔術と祈祷の効果時間を伸ばす。なるほど。ベルナールさんが戻ってきてくれなくなっちゃったな。もう一回来たらいけるんか。ベルナールさんが、これか。ドーン。危ね。ごめん。危ない。やられる。はい、ちょい。強い。こいつなんで回復すんだ。うわー、やられた。マジか。強いな、ベルナール。
お前回復すんなよ。危ない。ベルナールやばい。ベルナールの攻撃力やばい。アホだ。アホだこいつの攻撃力。こいつの攻撃力おかしい。また飲んでるの？やめろよ。やめろやめろやめろ。それはやめろ。それはやめろ。ダメ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 。それはダメ。危ない危ない。やばいやばい。引っかかる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 よ。あと一発ぐらい。ベルナルさん死ぬ。ああ。いやー、やるねー、ベルナーさん。共にね、まずい、釜を、飯を、よいしょ。ボーン。お、お、お、いけるんじゃない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 。お、いけるんじゃないと思ったけど、いけなかったか。ベルナーさん、はい、ごめん、もうちょっと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 。はい、オッケー、さよなら。はい、ちょっとつ盲信ありがとう。冒涜の爪。アイリス社ベルナルが死亡しました。世界くらいの王爵。獣集いの兜、獣集いの鎧、獣集いの主攻、獣集いの速攻。ああ、よしよしよし。あ、かつてのかつてのね、友、あのような形で、ね、殴り惚れするというのはもう本当に本当に心が痛みますね。もう胸が張り裂けそうです。本当にさっさと消えてなくなればよかったもの。さてさて、上に登っていきましょうか。なんかある気がするけど、なんだあれ、なんかいないか、なんか歩いてないか、あれ気のせい、あれ、あー、何あれ、どうなったあれ、誰あれ、誰あれ、何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 あれ、ちょっと待って、何あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、何あれ、これ当たる、当たるか、全然減らねえぞこいつ、どうなってんだ、全然減らねえ、当たりました。びっくりした、何、異形の竜兜、異形の竜鎧、異形の竜主攻、異形の竜速攻。何だったのかよくわかんない。ああ、そしてボスいるじゃん、ボス。装飾の胆石も手に入れた。ちょっと待って、何ですか今のやつ。竜、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 竜。これか。黄金で作られた歪な兜、竜の所装が散りばめられた異形のツリーガードの装備。太古竜の襲来の後、彼らは悟った。黄金寺を守り続けたいのなら、自らが竜になるほかないのだと。さっきのやつ、やっぱり似てると思ったら、ツリーガードの一種だったんだな。ちょっと一回戻ろう。私、禁断の技をもう覚えてしまったよね。この禁断の蜜の味というか。この魔法のね、使い心地にちょっと魅了されてしまっている。ただ難しいのは、一直線にある程度高低差がない状態で敵と相対さないといけないってことと、隙がめちゃくちゃでかいという。果たしてボスっぽいが勝てるのだろうか。獣だと思うだろう。入りたい。獣、獣、司祭じゃん、司祭、司祭、司祭。
おい、あ、すいません、私全然見てませんでした。すいません、ほんとすいません、せっかくの雰囲気を。奈落があったんですね。すごいなんか調子乗ってました、すいません。なんで獣司祭ここにいんの、そういえば。あのセリフが聞こえなかった。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、資材資材資材、ちょっと待って、資材落とす気でしょ私。ちょっと待って、落とさないで資材。ちょっと待って、私あとセリフも聞けてない。セリフ聞けてない私。貴重なセリフが聞けていない。これはどうなんだ、これ飲んで、これで攻撃できる。あ、攻撃できちゃうね。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 あれ？第二形態あったのか。これ絶対第二形態でしょ。何かの封印破りましたね、あなた。何何？おお、かっこいい。鎧だ。あなたそんなスリムな体型だったんですか？着痩せするじゃない、着膨れするタイプですね。あ、かっこいい。すげえかっこいいけど、絶対戦いたくない。これは明らかにスピードがアップしますよっていう雰囲気がする。やばい、スピードがアップし、あ、いやいやいや、うそ。黒き剣のマリケス。黒き剣のマリケス。なんかすごい勝てなさそうな雰囲気出してた。すごい勝てなさそうな雰囲気出してたね。これはまずそうだ。いけるのかな。呼ぶよね、とりあえず呼ぶよね、とりあえず呼んで青いの飲む。結構ダメージは通るかな。おい、痛い。あ、痛い。やばい。TC さん、ちょっと削ってほしい。あ、痛い。やべえな、こいつ。TC さん、とりあえずね、第一段階 TC さんにお任せしたいのに、だいぶお任せしたい。よし、 TC さんにお任せして。危ない、危なって言って避けれなかった。やべ、うそ。全然避けれないんだが。とりあえず TC さん呼ぶ。やべ。で、この状態で。危ね。
ボン。ライム削った。危ない。HP 削って。危ない危ない。ティッシーさん、ティッシーさん、もうちょっとでこいつ倒せるから。ティッシーさんお願い。いや、痛い。ちょ、この人、激しいよ。この人、どんどん来る。え、なんで回復した今。すげえ回復しなかった、なんか。気のせい。なんかおかしくないか。回復したよね、今。気のせい。チシさん、お願い。一発食らして。よし。飲む、オッケー。飲む、私飲む。お薬飲んでる。お薬飲んでる。私はお薬を飲みます。やばい。TC さんお願いします。そいつ倒して。TC さん、そいつに私、魔法をぶっ込みたい。魔法をぶっ込まして。当たれ。当たんねえ。シシーさん死んじゃった。おっしゃ。すいません、こんなヘタレな戦い方ですいません。やった。頭脳戦、完全な頭脳戦。黒き剣の強く。あ、でも死の根をこの人に全部渡せたのかな。私倒しちゃってよかったんだろうか。何か凝縮してってる。何これ。死の概念かこれ。また私を置いて、何かすごい話が進んでいきそうな気がする。The rune of death. あ、なるほど。Is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames.Will also burn the impenetrable thorns. Farewell, it is then. あれ、これで本格的に円卓使えない？あれ、なんかすごい久しぶりにちゃんとローディング画面があるっていうか。今私はいずこに。とローデイル。え、オートがハイトになった。レベルアップできる？レベルアップできるよね。あ、できるね。どうしようかな。とりあえず知力。さて、流されるがまま話を進めていった結果、またローデイルに戻ってきたけれども、大幅に様変わりっていう感じですね。
もう話的にはかなり終盤臭いけれども、私にはマレニアさんを倒すというね、すごく大事な役目も残っていますが、今回ちょっとここで釘にしたいと思います。次回はとりあえずこのハイとローデールをね、探索していこうかなと思います。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいつも励みになっております。ありがとうございます。では、お疲れ様でした。じゃあね。